サーブ18スウェーデン空軍のサーブ S18 サーブ18はスウェーデンのスベンスカ航空機株式会社が1938年の設計協作に応じて設計、製造しスウェーデン空軍で使用された総発の爆撃、偵察機である。開発が遅延したために1944年まで収益しなかったが、その後は急速にスウェーデン空軍の標準爆撃機となっていった。 爆撃、偵察、地上攻撃といった任務に携わると同時に、1950年代にサーブ32乱戦が代替するまで、射出座席や空対地誘導ミサイルといった装備の開発にも使用された。スウェーデン空軍に収益していたユンカース186の後継機とするための三座高速、偵察機と呼ばれる要求が後のサーブ18となった。オスや、 ソブとヨータベル圏の各社は空軍の要求に応じた設計を提出した。GV 社が提出した GV8 が最も要求に合致した設計であったが、この設計はコストが高くつくことと GV 社の主任設計技師が退社したことからソブ社の設計が契約を獲得することになった。ソブ社とオスヤ社には米国人の設計技師が数多くいたことからサーブ十八の設計には 米国機との類似点がいくつかあった。1939年に第二次世界大戦が始まると空軍の優先事項が変更され、サーブ18の開発作業を差し置いてサーブ17の生産に拍車がかけられた。この空軍の方針変更によりサーブ18に対する要求仕様に中型爆撃機の役割が追加され、 この要求仕様の変更によりこの機の初飛行は1942年6月19日まで延期されることになった。3名の搭乗員のうち操縦士と広報士は胴体左側に偏寄せて配置したコックピットにタンデムに座り、爆撃手は機種に座った。サーブ18の試作機は中翼単用の送水直尾翼機であり、 プラットホイット 2R-1830 正型エンジンを搭載していた。武装は3丁の 13.2mm 機関銃を装備し、1丁は操縦士が操作する前方固定式で、残りの2丁は後方士と爆撃手が操作する可動式防御機銃であった。1000kg までの爆弾を胴体内の爆弾層に収納し、8発の 50kg 爆弾を 主翼化に喧嘩することができた。飛行テストでこの試作機は出力不足であることが分かったが、より大出力のエンジンをすぐに入手できる見込みがない。ママサーブ18は爆撃機仕様と偵察機仕様で量産が命じられた。B18A は1944年に収益し、その後急速にスウェーデン空軍の標準中型爆撃機となっていった。ライセンス生産された。 ダイムラーベンツ DB605 エンジンが入手可能となり改良型のサーブ18バイトに搭載されて1944年7月10日に初飛行を行った B18 バイト級高架爆撃機として発注され18バイトの設計はさらなる開発をされて大撃機として計画された t 1 8バイトとなったしかし魚雷を搭載することが困難だったために T18 バイトは代わりに、ボホース製 57mm 機関砲を機種搭載した銃地上攻撃機として開発された。空対地ロケット弾の搭載と改良型の爆撃照準機により専任人の爆撃手が不要になったことから、1940年代以末に搭乗員は2名に削減された。その当時サーブ18は深刻な損耗率に悩まされ、不評だったため、 全ての残存機に操縦士と広報し、重視用の射出座席を取り付けることが決定された。サーブ18は、総計245機が生産され、最終号機の T18 バイトは1948年に納入された。初期のスウェーデン製空対地ミサイルのテストに使用された、サーブ18は、1950年代以末に、Z エンジン搭載の後体翼機サーブ3二。 乱戦に代替されるまで、スウェーデン空軍の第一戦地上攻撃機の座に止まり続けた。B18 バイトと T18 バイトは1958年に A32A に代替され、最後の S18A は1959年に S32C に代替された。スウェーデン空軍博物館が保管している B18 バイトが現存するただ一機のサーブ18である。 この機体は1946年の雪嵐で破損した8機のうちの1機であり、1979年に修復された。サーブ B18 バイト、サーブ 18A プラットホイット 2R-1830、正型エンジンを搭載した、試作機、B18A プラットホイット 2R-1830、エンジンを搭載した、最初の量産型の爆撃機。 62機製造。1946年から47年にかけて、前期が S18A 仕様に回送 S18AB18、A の写真偵察機への回送型 PS、PS-18、A レーダーを搭載サーブ18バイトダイムラーベンツ DB605、エンジンを搭載した試作機、B18 バイトダイムラーベンツ DB605、B エンジンを搭載した急降下爆撃機、 119機、製造。1940年代以末に、最大8発の空対地ロケット弾を搭載 T18 バイトライ撃機として、計画された派生型。後に、地上攻撃機として、開発。52機製造。20mm 機関砲2門と 57mm 機関砲1門を装備。RB302 対艦ミサイルのテスト機として、使用スウェーデン。 ありがとうございます。